皆さんこんにちは、直樹です。今日はドジャース大谷を見に行きました。ミネソタツインズです。4月の8日なんですけど、気温は10度でそこそこ寒いです。ミネソタ寒いです。上の方は超寒いです。ただ、ドジャースの人が結構多いですね。今日はチャーリー大歓声、やっぱり1番のムーキー・ベッツがフォアボールで2番の大谷です。さあ4番です。大谷は2塁にいます。ドジャースコールが終わってます。Love baseball. I'm gonna follow your career. I'm hoping for the best for you. Yeah. What round was he? I don't remember. He went to Seattle. Was it the chicken town? Was it dinner though? We're at dinner. Oh boy. Get a court. Woo! All right. Took that against このビッグビューをにチャレンジしようと思います。なんかドライバーズライセンスあれば、あとまあパスポートでもできるのかな、あればやることができます。さあ、これタダでやれるんですけど、で当たったらなんかカジノで遊べるお金がもらえるっていう。あーダメそう。これが技のムーキーベッド。今日は確か176センチ。ミネソタツインズの攻撃2アウトですが、4番です。何の勢い4番のバックスです。三振。こういう感じで今は難しいドジャースとツインズ両方でプレーしている選手を当ててます。9人中6人はツインズでプレーしてドジャース。残りこのバッツの3人はツインズだけ。さあ3分の2で勝ちですね。さあ、Danny Reyes、if it's up, you're a winner.
番のムーキーベッツの打席なので大谷も出てきました。大谷はやっぱここから見てもでかいなって思います。めちゃツインズ見に来てるんですけど、このカルロス・コレアは、ツインズだったらトッププレイヤーですね。一番のカルロス・コレアとバッターです。あ、ここはターゲットフィールドって言うんですけど、すぐあそこにターゲットセンターっていうバスケの球場があります。今はチーズキャンっていうのがなんか僕がアメリカで野球観戦してよく気づいたんですけど、こうやってスコアボードをね自分でつけてる人たちは結構たくさんいます。特におじいちゃんとか。まずはスワンズですね。問題を持てLucy with the toss. Lucy with the five. Two to go.
マークが出るといいらしいです。残念。Back off, and then... Oh, I mean, what do you got, Steve? I can't see it, so I'm just going to say it's a prize. Sure, it's a prize. Yeah, yeah, give her a prize. Come on, Kuzi, Lucy, Ricker. Come on up here, it's Julie. さっき座ってたら、この階段をウサギが駆け上がってきました。普通に野生のウサギ。ちょっと野球場にウサギが、野生のウサギがいるなんて知らなかったんで、ちょっとびっくりします。全体の前のルーキーグッズのウサギに入ってます。三塁コーチに比べてもかなりでかいですね。三塁コーチに比べてもでかい。
全然現地人よりぐらい目の前のやつがでかすぎてちゃう。お邪魔やな。おお入ってくるか。お今のヒットの大谷が、帰ってきて2対2めちゃめちゃいい接戦です。そしてドジャースはまだチャンス1、2塁 Let's go ドジャース。さあ敵地なのにドジャースコールが届きます。おこれでワンダース。この選手の笑顔はミネソタティンバーウルブスのマイク・コンリーの笑顔に似てます。さあまだドジャースワンダース1、2塁でチャンス。あー落ちてた。お
ム。はい。大谷の次は自分は。球場でもみんな立ってストレッチっていうことになってます。どうです？ソフトボールチームの選手たちらしいです。こうやって見るとドジャースの最初の4人の打率がめっちゃ高い。おお。最終回、大谷の前にムーキーベッツが出ました。イエーイ。5打席目。5打席も見れて嬉しいです。先生、今日は4打数3安打でツーベース、ライナーツーベースホームランですから、次どうなるか。おお、追い込まれた。いいね。ツー今日はこんな感じです。三振？え、大谷三振？ちょっと納得できないですね、これは。ちょっと気づかなかったんですけど、さっきのは抜き別で盗塁したのは三振だったらしいです。残念。さあ、9回の裏、4対2でドジャースがリード、ツーアウトです。ただこれはミネソタツインズが誇るホームランバッターですね、4番パキスタン。こんな感じでニュース、スポーツ番組撮ってます。はい、ということで、ドジャースツインズいかがだったでしょうか。めちゃめちゃ大谷大活躍で良かったです。明日も来ようと思うんで、ぜひ次の動画も見てみてください。ありがとうございました。